めっちゃ大きい。めっちゃ色です。めっちゃ色です。すごい。こちらすべて、はい、つけだれやお味噌汁おかわり無料です。おー、嬉しいやつや、はい、ありがとうございます。こちらを、はい、30分で30分でしていただければ、はい、無料で、食べきれなかった場合はペナルティーで7000円、うんうん、チャレンジ料金みたいな感じです。すごいなこれ。よけれども多分大食い好きな方はみんな知ってるチャレンジメニューやと思うよね。私はこれなんで、制限時間30分の唐揚げ丼タワー、頑張りましょう。じゃあお声掛けさせていただきます。お願いします。はい、頑張ろう。じゃあそれでは、はい、チャレンジメニュースタートです。ありがとうございます。いただきます。頑張ろう。30分か、でかいな。ちなみにサラダとかお味噌汁も込みやね。うわっ、すごい。これもめっちゃずっしりしてるけど、なんかお箸触りめっちゃ軽いかも。いただきます。おいしい。うん、いやこれ唐揚げうまいわ、めちゃくちゃ美味しい。なんかよ、バランスよくいかないと最後絶対お米だけになるよね。でもめちゃくちゃ柔らかいんですよ。唐揚げでかない？うん、うん、めっちゃ美味しい、うん、ソースが3種類あってさ、ソース使いたいけど普通に一旦楽しみたくなっちゃって。でかくない？唐揚げの一個一個の重量がすんごい。うん、バジルシーザーだっけ。初めて見たバジルシーザと思ったけど、やっぱバジルだから爽やかや。あとさ、このやつ、いや、この唐揚げ本当美味しい。衣がめっちゃサクサクしてるの。いい水分。明太マヨ。明太マヨ。最高です。明太マヨ。めっちゃ好き。結構辛くちゃうこの明太マヨ。
うん、うん、うん、これ最後絶対白米の時入れる。やばい、明太マヨが美味しすぎる。これでご飯切る。どんぶり、これ深いな。絶対大事。あ、お米ついてた。間違いないよね。これはアゴとアゴ勝負な。うん、うん、もう10分経つ。入れられるのめっちゃ大きいよね。うん、めちゃくちゃ芋さらえないけど、このトマトめっちゃ甘いな。ゴールは見えてるんだけど、あと15分しかないよ。
とでも唐揚げが豪華な贅沢な感じ。僕絶対ここにイメージなかった。持ち上げるの大変だもん。お腹はね、全然普通。顎は疲れた。難しかったですね、多分。めっちゃ美味しかったです。すごい。やっぱそれって時間をぴったりするように狙ってるんですか。ちょっとだけ。すごい。本気出せばもうちょっと。本気出せば、でもこのぐらいが一番私ちょうどいいですね。ちょうどいい。うん。すごい。なんかちょうどいいです。本気になりすぎないぐらいが。こんぐらい大きいの一つ。はランチやし、夜は夜で居酒屋さんとして営業されてるし、お昼来たらね、この唐揚げも食べれるし、他のメニューもあるみたいなんで、よかったら立ち寄られた際、ぜひ遊びに来てみて。めっちゃ美味しかったです。ラーメン食べて帰ろう。行ってね。苦しい。